アルブレヒト2世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝。また、オーストリア皇、ボヘミア王、ハンガリー王。オーストリア皇としては、アルブレヒト5世。ハンガリー名はアルベルト。ハプスブルク家では、フリードリヒ3世、以来108年ぶり、単独君主に限れば、アルブレヒト1世、以来130年ぶりに神聖ローマ帝国の君主位についた人物である。 1404年に父アルブレヒト四世の後を継いでオーストリア皇となり1411年から申請を行った。1422年にボヘミア王及びハンガリー王を兼ねるルクセンブルク家のローマ王ジギスムントの娘エリーザベトと結婚した。1437年にジギスムントが没するとハンガリー王と名目上のボヘミア王になったが、ボヘミアでは 反乱が続いており、実行支配はできなかった。1438年3月18日に、ローマ皇帝の前段階である、ローマ王に選ばれたが、皇帝としての体感を果たさないまま1439年10月、オスマン帝国との戦争中に、ハンガリーのネスメイデセキリによって急死した。オーストリアの諸領とボヘミア王位は、アルブレヒトの死後に生まれた息子、 ラディスラウスポストゥムスが継承したが、ハンガリー王位は、一旦、ポーランド王ブアディスワフ三世に渡り、新たなローマ王にはまた重廷にあたる冒険の、フリードリヒ三世が選ばれた。キエリーザベトとの間に一丸二条を設けた。ありがとうございます。